い、こんばんは。今日はちょっと北海道の山道を走るのを再現してみようと思います。後期11両になります。プッシュプルです。これで高架橋を登らせようという魂胆です。よし、あ、ミスった、すいません。ポイントが間に合わなかった。あれ、やばい、はい、ちょっと先ほどの続きになります。よし、やばい、どっか脱線したぞ、やばい、大事故になる、大事故、大事故発生。なんか N ゲージも脱線してるし、なんだ、ちょっとすいません。やっぱちょっと上りで後ろに押されすぎるとね、ジャックナイフ気味になっちゃうみたいですね。なんでちょっと勢いよく上がってっちゃった方がいいのかもしれない。ダメだな、後ろが押されて、一路崖下に転落しました。一路抜けた分なんか空いてるみたいな。ちょっと待ってください、10両ぐらいにしとけば大丈夫かもしれないな。もう一回やってみますね。よし、10両で実験、11両じゃちょっと長すぎたんかもしれない。あと一番ケツの方の車両にウエイト乗せとけば車輪が持ち上がることがないかもしれないですね。かどっちかの方が若干速い、あ、大丈夫だね、10両だと平気だね。速い方を前にしないと後ろから押されるといいのかもしれないですね。ちょっと N ゲージも復活させないと。あ、いけるね、プッシュブル。いい感じ。ポイントでなんか脱線したみたいな動きしてますけど、ということで以上。